今日のご理解です。池上金光大臣御教えより、ご神戒一つ。誠の道におりながら誠の道を踏まぬこと。大坪宗一郎氏御にご理解より、大工盛んでも師匠の教えたことを繰り返し稽古して初めて一人前の職人として世に出ることができる。信心も同じことで、金光大臣の教えに背かぬよう守って稽古していくうちに、誠の道も分かり、誠のおかげもついてくる。師匠大坪宗一郎氏は、天地のリズムということを教えてくださいました。天地のリズムに乗っての新人生活ということですね。おとといでしたか、流れ川三尺ということをいただき、メモを書いておりました。そしたら誰かが後ろから何かでつつくんです。そして振り返ると、娘が長い尺で肩をつついていたんです。それがなんと、まあこちらでは3フィートの尺です。つまり日本流で言えば三尺ということになるのでしょうか。娘がそういう尺を持ってるのを今まで見たことがありません。そしてその3フィートの尺で後ろからつついておる、その何というんでしょうか、タイミングというんでしょうか、私がちょうど流れ川三尺と書いた、そのまさにその時でした。それこそ私はここにまさに天地のリズムを感じさせていただきました。神様が、そうだよ、そこだよ、そこだよと相槌を打ってくださったような感じですね。私は振り向き、その3フィートの尺を見たとき、本当に、ああ、すごいな、と感動しました。そして、本当にありがたくなりました。天地のリズム、神様のリズムを感じるということは、本当にありがたいことですね。天地にはリズムがあります。どうぞそのリズムに乗っての新人生活をさせていただきたいものと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。